はい、どうも、こんにちは。じゃあ今日もみんなで日本語のレッスン23を参考にしながら練習していこうと思います。今日のゴールはプレインスタイル、プレゼントアファーマティブと、この練習シートは下からダウンロードできるので使ってみてください。 Example dialogue person and I'm a reader person どうするとお釣りが出ますか。 person business、このボタンを押すとお釣りが出ます。 By using this vocabulary table, please try to make sentences. Say the sentences immediately. I'm not sure how to do it. じゃあ、example で、person business。どうするお釣り出ます ?OK, we have to make question sentence.、ね、どうするお釣り出ます ?Question. Yes, yes. どうするとお釣りが出ますか?どうするとお釣りが出ますか。パーソン B ね。このボタン、OK、押します。OK、we have to make プレインスタイル、プレゼントアファーマティブね。押す、押す、押す。押すと、お釣り出ます。このボタン、押します。お釣り出ます。じゃあ B 先生。このボタンを押すと、お釣りが出ます。このボタンを押すとお釣りが出ます。じゃあクエスチョン1ね、パーソンエンセンス、どうする注文できます。クエスチョン、どうする注文できます。クエスチョンエンセンス、どうすると注文ができますか。どうすると注文ができますか。パーソン B ね、このアプリ使います。プレインスタイル、プレゼントアファーマティブ、注文できます。このアプリ使います、注文できます。 B さん、このアプリを使うと注文ができます。このアプリを使うと注文ができます。じゃあクエスチョン2ね、パーソンエンセンス、どうするデータ消えます。クエスチョン、どうするデータ消えます。クエスチョン、どうするとデータが消えますか。どうするとデータが消えますか。パーソン B ね、このアイコンタップします。プレインスタイル、プレゼントアファーマティブ、データ消えます。このアイコンタップします、データ消えます。 B 先生、このアイコンをタップするとデータが消えます。このアイコンをタップするとデータが消えます。じゃあクエスチョン3ね、パーソンエンセンス、どうする画面暗くなります。クエスチョン、どうする画面暗くなります。クエスチョンエンセンス、どうすると画面が暗くなりますか。どうすると画面が暗くなりますか。パーソン B ね、このアイコン左、OK、左に、ね、動かします。プレインスタイル、プレゼントアファーマティブ、画面暗くなります。このアイコン左動かします、画面暗くなります。 B 先生、このアイコンを左に動かすと画面が暗くなります。このアイコンを左に動かすと画面が暗くなります。でラストはね、クエスチョン4、パーソンエンセンス、どうする音量上がります。クエスチョン、どうする音量上がります。クエスチョンエンセンス、どうすると音量が上がりますか。どうすると音量が上がりますか。パーソン B ね、このノブ上げます。 OK、 プレインスタイル、プレゼントアファーマティブ、音量上がります。このノブ上げます、音量上がります。 B 先生、このノブを上げると音量が上がります。このノブを上げると音量が上がります。でじゃあこれで今日のスピーキングの練習終わりです。で次は4番目のステップとしてライティングの練習もあるので挑戦してみてください。じゃあありがとうございました。